提出をした職員が去年の9月に退職したんでありますけれども、その段階ではあの記載をしないで提出をしたということの報告は受けております。高橋議員は知事から転身した去年7月の参院選で、稚内市での運動員の宿泊費を選挙運動費用収支報告書に記載していなかったことを認めました。また、 この宿泊費が法律で定める上限額の1泊1万2000円を超えていたと報じられたことについて、こう説明しましまた去年退職した職員も、ここにいたわけですから、札幌にいたわけですので、全部を自ら把握できてない部分もあるんですね、上限越えの部分があるとすれば、適正にしっかりと処理をしていかなければならない、そんなふうに思います。